さあオールインということで、今回は私タクが挑戦させていただきます。番長3全6台で設定1を6時間以内に見つけるということで、今までですね野郎さん、コウタロウくん、ジロウくんと3人調整して、現在コウタロウくんのみ、設定1を当てて帰れてるということで、まあ、この時間内でね設定1絞るのは結構難しいと思うんですけども、まあ、黒バラ軍団の一員として、そしてメイン決勝としてねかなり打ってる番長3でもあるんで、しっかり見つけて帰りたいと思います。そして、携帯電話の使用は、基本的にできないということで、こちら預けたいと思います。そして、途中で1回だけ1分間のみ携帯の使用が許されるということなんで、まあ、ちょっとねこの使いどころも含めて、しっかり頑張っていきたいと思いますので、皆様最後までお付き合いよろしくお願いいたします。というわけでオールインスタート。どこから打っていこうかなということで、なんかねまあ、分かりやすくこの A の台からちょっと打っていきます、順番に。さあというわけで1台目打っていきます。4と6かそれ以外かはね、まあ、一番最初に分かるところやと思うんで、まあ、その4と6をいかに早く外せるかみたいなところが大事かなと思ってるんで、で最終的に多分1と3とかが分かりにくいと思うんで、その1か3の判別に時間かけたいかなっていう感じなんで、まあ最初の1時間で4と6の2台を潰せればいいかなって感じですね。おい、対決4回目のベル。さあとりあえずリセット恩恵の価値はなし、まあ、通常時なら、まあ、ベルモード、まあ、A 以外特に、まあ、B 行きゃ一旦偶数って決めつけてね他の台動いてもいいと思いますし、まあ、あとは通常 BB ですよね。通常 BB 早めに引けば一旦移動って感じですね。まあなんかねリセット後一発目は通常 BB 引きやすい説とかいろいろありますけど、まあそれでも通常 BB 引きゃ一旦移動ですね。さあベル17から前兆。ベルじゃない。ジャーニー、さあとりあえず良くも悪くもあんまり何も分かってないです今。まあ AT というかいただきラッシュはとりあえずチャンス BB モードがチャンスモードいくかどうかですね。チャンスモード早く確認できれば偶数の可能性が結構高くなるんで、まあそれはそれで見切る基準の一つかなと思います。さあチャンス目から、はい、弁当箱、
ストックなしでラスト。うわ、めっちゃストック取ってる。では確定ストックゼロの状態なんですよ。いや、何にせ薄いけど、一応5設定5が一番起こりやすい現象ではあるんですよね。あーちゃー、どうすかどうすか、絶頂今5っぽいよ、今のところ5っぽい。だからこのまま当たって絶頂行ってくれればやめていい。今のとこ5濃厚っていう感じで、しかももしこれで5見切れたら結構でかい。あーこれいってそうやな。ねえ、絶頂まであるよね。どうですか絶頂。あープッシュ普通。うわ違う。ああそっか。そして赤、これはねとりあえず調子がいいっていうだけですね今のところね。さあおしまい。で一応476まで確定かな。じゃあ少しというかまだ打って引き続きチャンスモードいくかどうかをねまず見て、まあもし判別進まずもたつくようであれば、まあ結構な数の謎ストックだけは確認できてるんで、まあ1じゃない可能性がわずかに高いかなみたいな感じで他の台行ってもいいんですけどね。あかん、もうめちゃめちゃストックしてる。今ストック8個ぐらいあります。確かいやはっきりどの前やったかな、チャンス BB モードのチャンスモード以降が、まあ、天国と初当たり時以外であれば確か奇数が 12.5% ぐらいかな。で246が 25% 前後、6が一応一番チャンスいきやすいって感じだったと思うんで、まあ、やってるうちに見れればって感じか。でプラスね BB 当選時に絶頂出てくるか青7出てくるかで、まあ5と6も見れれば見つつという感じになりますね。よし多分大丈夫でしょう。さあどうでしょう、これが2回目のボーナスか。赤、さあこれで BB モードが
これで3回目。一応突入時、まあ通常の子で、2回目も通常の子。どうしようかな、3日目とかで何もなければ一旦やめようかなって感じもちょっとしてます。今んとこ、まあ、強いて言えばキスっぽいっていうぐらいなんですよね。強いて言えばね、キスかなって思ってるぐらい。さあということで、今10セット目3日目の途中なんですけど、ちょっとこっから判別進めにくいので一旦移動します。で一応僕の中で、まあ、無理やりですけど、まあ、奇数の可能性の方が高い、かつちょっと設定後候補みたいな感じにしておきます。はい、ということで移動します。 A 台をやめて隣の B 台、2台目スタートです。1台目もね、あと、ま、ほんまに何でもあるんですよ。1でもあるし6でもある。ただ割と無理やり拾える要素だけ拾って、ああ読み切り方したって感じです。さあチャンス目、さあこれ対決いってほしいな。うわ、びっくりした、びっくりした、すごいびっくりした。なんか引いたやね。チャッピー、あ、さっきチェリー引きましたんでやめます。まあもちろん分かんないですけど、せっかく早めに引けたんで、いい台の可能性がすごく高くなったんで、この最強チェリー引いたタイミングでやめて、隣の C 台に移動したいと思います。さあということで、3台目の C 番台移動しました。ということで打っていきます。今でね、だいたい1時間半なんですよ。1時間半使っちゃったっていう感じですね。2台1時間ぐらいで絞れりゃなみたいなこと言いつつね、もう1時間半も使っちゃって、まあ、ただ2台目がね、だいたい200ゲームぐらい回して、まあ、チャンスチェリー引いて見切れたのはまあラッキーですね、だいぶね。まあ、もちろんね、あれで1なんてこともあるんですけどね、言っても2万分の1かな、1で、で6で4000分の1とかなんで、まあさすがにね、もう1じゃないよねって見切るしかないんでね。おっと、通常ビビ引いたかな。今ね、110ゲームぐらい回してしばらくレア役は引いてないです。それから30ゲームぐらいはレア役引いてないんで、多分通常ビビ引いたかな。すごいね、140ゲーム回してちょうどベル14回、全然引いてない。キスよりって感じね。さあ点、さあノリオメンコ、さあどうですか。そらね、さあでさすがに通常ビビのはず、143ゲームね。ということで通常ビビ、一応これでまあ、ボーナスの色だけ見ます。青なら6候補。青じゃなければ、まあ一応高設定候補っていう感じにしておきます。で、まあ ART 中打って、まあ同じように奇数偶数だったり、まあ判別仕掛けてもいいんですけど、まあ一路可能性がね、下がってる以上、他の台打った方がいいと思うんで、まあ困ったら戻ってくるって感じでいきます。赤7、
ということで、わかりませんけども、で、チーズビビ引きましたっていうところで終わり。ちょっと。さあ、というわけで、4代目の D 番台、打っていきます。ってことは、モード引き継ぎで当たってるんで、モード不明。ベル5かな ?5 での特訓、対決連いってる可能性は大いにある。てか対決連いってた、もしくは通常 BB。 一応ね、対決連はモード A なりチャンスモードなりから対決連いってたとしたら、一応確かに設定2と4がまあまあ若干移行率低いのかな、確かで6だけは移行率高くて、あとはまあ1であろうがあんま変わんないと 30% ちょいぐらいでいくっていう感じなんで、これだけじゃ分かんないんですよね。結局この対決連からどこに行くか。さあベル5から全長対決連ループかな。さあ特訓、さあ239ゲーム。通常 BB まであるんですよね。242ゲーム。困った困ったよかなと思ったけども、まあでも3代目と同じ理由でまあ同じようなことします。ボーナスの色だけ確認して5代目に移動します。ただそうなると1代目、まあ、1代目が根拠一番薄いですけど、まあ、それでも5の可能性あるよねみたいな感じだけ出して、で2代目3代目ちょっと高設定っぽいって言って、4代目も高設定っぽいみたいになってますからね今のとこ。さあそれでは5代目の E 台打っていきます。で時間もまあまだ多少ねあるんで、今2時間20分とかぐらいかな、経ってるのが。ただ全体的に今のところ通常時のベルのモード移行あんまり見てないんですよね。だからそこも不安要素といえば不安要素、奇遇もあんまり見れてないんでね。ベル7かな。ちょっとはっきり数えてなかったですけど、ベル7になってからぼちぼちゲーム数消化したんですよね。ほい、84ゲーム。あー弁当箱かな、バドミントン。
弁当箱からでしたね。しかも負け。116ゲーム発展。119ゲーム。さあ確定ストックはなし。はい、単発おしまいで画面デフォルト。さあ特訓53ゲーム。68ゲーム発展。あら、ちょっと。引き戻し特訓ですね。引き戻し特訓で買ったやつで書き換えしてなかったんで、まあ、わずかに確定対決やった可能性がある。確定対決なら設定6の可能性がぐんと上がると。まあただ引き戻し特訓いった時点で偶数の可能性も上がるんでやめてもいいんすけどね。さあというわけで、6代目最後の代ですね、F 打っていきたいと思います。さあ結局今のところ5台、まあ、通常時だけで言うと200ゲーム前後ずつしか打ってないんですけど、だから本当に通常時のベルモード以降も見れてないし、まあ、何かと引いちゃったんで分かんないとこがめっちゃ多いんですよ。ちょっと困ったもんなんですよね、それはそれで。はい、特訓。おそらく出る3のタイミング。対決連かな。これがね、普通のホールとかであれば、まあ、なんとなくのやめベル数って分かることあるじゃないですか。例えばベル8でやめてるとか、ベル17、18でやめてるとかっていうケースが多いんで、まあ、天国じゃない。対決連の可能性が高くなるんですけど、まあ、こういう企画で売ってる以上全然ベル3とか5とかでもやめることもあるし、ベルね50でもやめることだってあるんでね、分かんないんですよねそれは。さあそれでもまあ対決連の可能性が少し高いかなっていうところで、ここからのモード移行。さあ10ベル10でちょっとした煽りが起きました。あーいいね、これベル10で対決いってほしいな。まあ前兆来てるだけでなかなかっすけど、モード B の可能性がだいぶ高い。さあ141ゲーム、ベル10で発展。さあこれでほぼというか、まあ偶数の可能性かなり
高くなったんですけど、まあ、結構な確率でね、対決連にもこのまま行ってるのもあるし、一応、まあ、初当たり取れれば初当たりの中身も見たいんでちょっと打ちます。まあそうしないとね、あれなんですよ、通常2台、通常 BB2 台引いて、で1台引き戻しでいただき当選してるんで、今のところあれなんです、偶数っぽい台めっちゃあるっていう感じになってるんで、うん、ちょっと困るんですよ。まあそれでも通常 BB 引いたものをまずね、洗い直ししようかなと思ってますけどね。はい、199ゲーム8点。202ゲーム。ラストストックなし。はい、単発終了、デフォルト画面。なし。ということで、まあ、一発目のモード以降からね、モード B 見れたんで、まあ、偶数の可能性が高いというところで、6台目だったんですけど、今これで3時間ぐらい経ったかな。で全6台打って、一応2台目の、B 台は、まあ、チャンスチェリー引いたんで、もうこれは1位じゃないっていうふうに消去して進めるしかもう他ないんで、まあ、B はまず消去できたと。で、あと、5台目に打った E は、まあ、いただき単発でしたけど、引き戻しからのいただき当選してるんで、これも偶数の可能性がちょっと高い。でそれ以上に今の台が、この6台目の F が偶数の可能性が、まあ、6台の中で一番高いような要素が見れたんで、まあ、B と E と F は一旦消去して、通常 BB 引いた C と D 打ち直していきたいんですけど、まあ、C の方が、まあ、数ゲームですけど早く通常 BB 引いてて、まあ、高設定の可能性が少しだけでも高いんで、C 台に戻って、引き続きちょっと消化していこうかなと思います。さあということで、C 台、朝一140ゲームぐらいで、通常 BB の赤引いた台に戻ってきました。というわけで打っていきます。もちろんね、それはなんかいろんな話ある上でも、まあ、通常 BB 引いた以上ね、いい可能性はの方が高いに決まってるんですよ。それは分かってる上で打っております。まあね、移動するときに言った通り、偶数要素として強い挙動が見れてる台とチャンスチェリーの台は消去するしかないんで、さあストックなし。はい、画面デフォルト。なんでこのまま次に行ってもいいんですけど、もう一台通常ラッシュ引いたやつ、ただ今ほぼ通常ベルモード通常 A っていう状況なんで、まあ、こっから次のモード移行として通常 A ループするんであれば、まあ、設定の位置の可能性もぐんと上がるんで、まあ、そういうのも見たいんで、ちょっとこのまま打ちます。やっぱね、3の特徴って難しいですよね。特に1と3の違い、天国というか対決連以降
などモード移行が若干優遇されているみたいな感じでしょ確か。それをどこまではっきり見れるかっすよね。あとはあれですよね、やっぱ ART 終了画面なりなんなりの確定要素っすよね。それが見られればってとこなんですけどね。さあこれでベル30。もちろんね30人以内でも全然チャンスモードの可能性はあるんですけど、17で当たるよりはね通常の可能性が高くなる。はい、でベル32で対決ですね。387。さあ30に超えてくれた方がねすっきりというかしましたけど、まあそれでも悪い要素がちゃんと見れてるって感じ。よし、で対決に行かなかったんで、まあ、この C 台朝一からでいうと140ゲームに通常 BB の赤引いて単発終了デフォルト画面でベルモード以降でいうと47で当たって、そこから、32でレーン行かずということでモード移行もパッとしないということで、現状のところ6台の中で、まあ、設定1候補の筆頭っていうところなんですけど、もう1台、隣の D 台が通常 BB 引いて不明なんでそっちの D 台を改めて打っていきたいと思います。さあということで、次 D 台打ってきます。この台は朝一のベル対決が14、その次が5で243ゲームで通常 BB 引いたところって感じです。だからめっちゃ無理やり言うならあの C よりは、いやそうでもないか、わかんないですね。さあ確定ストックはなしの状態デフォルト。残りがねもう多分2時間は切ってると思うんで、そうやって61からってことは引き戻し間に合ってる、これ45、46、61、16、あ間に合ってる感あるか。はい、76ゲーム。対決に行こうなしということで、A 台に戻って、打っていきたいと思います。はい、というわけで ART 中の A 台戻ってきました。これがね朝一のベル対決が3、その次17でそのままいってる感じです。で10セット続いたとこで BB2 回引いて赤で、BB モードは全部通常らしきモード移行になってるっていうところです。まあ今のところの一番の設定一候補は C 台で、まあこれもこれが一番何でもあるけど、なんだろうねって感じ。
まあ、とりあえず1じゃない、これ1じゃないよっていうのがね見れればいいですね。今のところ一番謎なんで。さあ、まあこんだけ続いてるからにはね、終了画面というよりもやっぱり BB を数引いて絶頂が出てくるのかどうなのか、そして BB モード、チャンスモードをどんぐらいいくのかいかへんのかを見たいところですね。あー、かなり久しぶりの皇太子。いい加減きつい予防をなしていけないと。とりあえず5なのか5じゃなさそうなのかを見たいんですよ。いやきついか。ダメ。1時間切った。 BB 引けへんままダラ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 打ってて、まあ、残り時間1時間切っちゃったんですけど、ちょっと今携帯で情報を改めて確認したいと思うんですけど、まあ、主に設定 1,2,3 のあたりの、まあ、通常時のモード移行の再確認と、いただきダッシュ終了後の、引き戻し特訓の主に1と3の違いあたりをちょっと確認したいと思います。さあ、というわけで1分間チェックできるらしいので1分間測っていきたいと思います。よーい、スタート。見た結果、まあまあちょっと思ってた通りぐらいの感じで、結局分からへんっていうね。オッケー。はい、ということで1分間経ちましたんで、はい、携帯戻して引き続き頑張っていきます。さあ、あとの前にベルギー対決行ってましたね。こういうのが欲しいわけではないんですよね、別に。はい、チャンス目。さあ、結局その今やっぱ設定3の数字って詳しくあんま覚えてないじゃないですか。基本的に奇数偶数の違いと、まあ、しごろの特徴とかをね覚えてるわけで、解析。それで今携帯見て確認したのが、まあ、主に1と3の違いのところで、まあ、通常時のベルモード移行と、あと、引き戻し特訓の確認したんですけど、まず、引き戻し特訓はやっぱり奇数は一律で、ベルモード移行に関しては、まあ、1と3連チャンモード以降、 A とチャンスからの連チャンモード以降は、まあ、基本的にほぼ設定差なし、1ポイントぐらいしか設定差なしで、まあ、わずかに、通常 A よりもチャンスモードに設定3は少し行きやすいっていう感じでした。ということで、まあ、そんなにめちゃめちゃ有益な情報を再確認できたわけではないですね。本当に、ただほんまにこの台が設定1オア3なら結構ね苦しいんですよ。ベル引けず。おし。さあ、
この台で3回目のボーナス。はい。ね、そうよね。意外と終わった。25セットでデフォルト画面。さあ残り時間もないよ。今んとこね、この A と C でちょっと悩んでるかな。2台に絞るんなら。で C はまあ。通常 BB を引いた以外はめっちゃ弱いんですよ。でこの台はもう全然不明だから、この台がちょっと C よりいい感じに残り時間で当たってくれりゃいいんですよ。いい感じというか、うん、はい、まあ、とりあえず BB は引いてもよし、そうじゃなければすぐに終わってほしい。さあストックはなし。んデフォルト。はい、というわけで終了したんですけども、なんとかねちょっと自分なりに、答えを出しましたんで、ちょっと早速いきたいと思います。僕が、この6台の中で設定1だと思ったのは C です。はい、A と C で結構最後までちょっと悩んでたんですけど、まあ、C といえば、まあ、通常 BB 引いたとはいえ、まあ、A に比べて、まあ、まあちょっと物足りひん挙動やったかなというところで、僕の答えは C になりましたんで、ちょっと早速ここに答えがあるということなんで答えを見ていきたいと思います。さあ設定1だった台はこちらです。A かーちゃん、うんうん、いや分かるよ、 A か C って言ってるから。これはきついな、出っ放しすぎた、きつで、一応ここに前代の設定書いてるらしいんですけど、一応僕が最後にその自分なりに答え出した設定も一応書いたんですけど、こんな感じです。自分なりに A から、まあ、順番に設定3、5、1、2、6、4っていうふうに答え出しました。まあ、これがどんだけ当たっているのかというところで見ていきたいと思います。さあちょ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 、答えが1、2、3、4、6、5、6だけ当たったね。6だけ当たったし、B はもう無理やって。 B の2を当てるのは結構無理、もう朝日チャンスチェリー取ったんで。でも A、C で結局1、3悩んだっていう意味ではまあできることやったんじゃない。でもうこの5もわからん、偶数って言うてもうたもんね途中で。ちょっとぐちゃぐちゃですけど、6は当てれたで、1と3をなんとなく見切れたっていうところで、まあ何全部言っても言い訳っぽいですけども、まあ
なんすかね、こんなもんですかね、結果はね。というわけで、今回、残念ながらちょっと当てることできませんでしたけど、また、こういうのがあったらぜひリベンジしたいと思いますんで、その際は皆様どうぞよろしくお願いします。ということで、今回ありがとうございました。